本、いろんな本にいろんなことが書いてあると思うんですが、すごくその現代の時代に生きた人なんですが、和声も残した、なんというか、すごく独特な、すごく独特なひねくれた、でも情熱のある勢いもある情緒もあるすごくいい曲をたくさん書いていて、あんまりピアノ曲が知られてないんですが、このプレリュード風が24曲もあるんですね。でプレリュードだけの曲集もあったり、あとピアノソナタもありますし、ピアノ協奏曲も2曲もあるという、もっともっと知られてもいい作曲家なんじゃないのかなと思っているんですが、大体そのシンフォニーとかは、例えばこれとかご存知ですかね。このメロディーで始まります。
テーマが2ページちょっとも続くので、この時点ですでに結構長い曲なんですが、3ページ目の途中から
濁るんではないんですけど響きが残ってるっていうのが大事ですね。これがという人は割と知られてないんですが、実はショパンコンクールで何位だっけな、4位か5位か取ってるピアニストなんですね。でまあその後ピアニストとしての活動はそんなにしてないんですが、意外なほど録音が残っていて、例えばピアノ協奏曲もありますし、ピアノクインテットだったかな、なんか他に室内楽も確かあるんですよね。ちょっとこの曲があるかどうかはちゃんと調べてないんですが、意外にペダルをベタ踏みで弾く人なんですね。すごくこういろんな音の動きを大事にする作曲をするんですが、意外にこうペダルを踏んだままちょっとぐちゃぐちゃってなって向いてるようなところがあって、それは本当にそれを意図してたのか、そこまでうまくできないからそうなっちゃってるのかわからないんですが、でもいずれにしても結構ペダルを使うっていう感覚は持っていたっていうのは確かだと思うんですね。はい。